はい、今ですねジュネーブ、スイスのジュネーブにいます。ジュネーブの空港にいるところなんですけど、本日2014年、9月の17日でございます。ポルトガルのポルトからねイージージェットを使ってきたんですけど、これから街中に行こうと思ってます。電車乗ってね、これで行けるのか。ただねホテルが取れてないんでちょっと心配っちゃ心配ですね。調べたんですけど安いとこ空いてないんですよ全く。だちょっとどうしようか今考えてます。もしかしたら呆れてるかもしれないからちょっと安い宿を探してみようかと思ってます。三つ星ホテルでもね1万3000円とかね一泊するんで本当に高いですよ。1万円は超えますよ一泊泊まるとね確実に。でジュネーブこれで行けるのか。